日光社産の徳川家光と、井伊直隆井直隆は、江戸時代前期の武将、不代大名。上野国白井藩主、大見国彦根藩二代藩主。井坊兄、直勝と同じ天正18年、井伊直政の次男として、駿河国中里で誕生。直隆の聖母とされる、井組千重の娘、養賢院は、直政の性質。 当梅院の次女だったという説があり、性質に遠慮した直政が初めて、直隆と対面したのは、慶長6年であったとされる。幼少期は、井池領内の上野国安中の北の寺に預けられ、そこで養育された。慶長7年の直政の死後は、江戸にあって、徳川秀忠の近所として仕え、秀忠が二大将軍に就任した、慶長10年4月26日に、 呪子石門助に、ジョイ、任官。慶長13年に、書院番頭となり、上野狩り宿五千国を与えられ、ついで慶長15年には、上野白い藩一万国の大名となり、同時に大番頭に任じられた。慶長18年には、伏見城番役となった。慶長19年からの大阪冬の陣では、家康に、井伊家の大将に指名された。 大阪城攻略では、松平忠直と共に八丁目口の攻略を任せられたが、同じ赤備への真田信重勢の挑発に乗り突撃したところを、敵の策にはまってしまい信重や木村重なりの軍勢から一斉射撃を受け、500人の死者を出す、大被害を生じさせた。後に先走って突撃したことを軍令違反と咎められたが、家康が、 味方を奮い立たせたとかばったため処罰はされなかった。いい家では、直政の死後、家督を、兄、直勝つが継いでいたが、直勝は、家臣団をまとめきれず、それを憂慮した、家康の裁定によって、慶長20年、直高は、いい家の家督を継ぐよう命じられ、父の医療を18万国の、うち、彦根藩15万国を継承し、直勝には、 上野安中藩三万国が分治された。い,い家の家臣団は、飯谷以来の家臣はなおかつに、甲斐、武田氏の維新などはなお高に配属された。同年の大阪夏の陣においては、東道高虎と共に先鋒を務め、敵将、木村重成と、長祖壁森近を打ち破り、冬の陣での雪辱を遂げた。また、 秀忠の命により、大阪城の山里角に籠もっていた、淀殿豊臣秀頼母子を包囲し発砲して、自害に追い込むという退任を遂げた。戦後、五万国を加造され、十四位下地州へ昇進した。大阪の人での名高の有望な様は、大阪冬の人廟部、大阪夏の人廟部、大阪夏の人図などに書き込まれている。寛永九年。 秀忠は臨重に際して直おと、松平忠明を枕元に呼び、三大将軍、徳川家光の貢献役に任じた。これが大老職の始まりと言われる。その後、家光からも絶大な信頼を得て、徳川氏の不大大名の中でも、最高となる三十万国の領土を与えられた。徳川家綱の原服では、 家敢を務め、宮参りからの帰りに、家屋屋敷にお迎えした。これらと家康の延期方へで、将軍名代として、日光東将軍に、真代として参詣する御用は、直隆が務めて、以降先例として、彦根藩池子優の御用となった。朝鮮通信使の応接においても、幕閣筆頭としての役割を担うなど、70歳で、成居するまで不大大名の重鎮として、 幕政を主導した。清に滅ぼされた、南明政権の帝司竜の救援出兵要請を受けるかどうか幕府内で話し合った際は、その頃大量に発生していた浪人を送り込んで、出兵すべきと主張した、家光や徳川頼信に対し、豊臣秀吉の朝鮮出兵を引き合いに出して強く、反対し、出兵しないことに決まった。その後、帝司竜の息子、 平成校からも出兵要請が、幕府にあったが、棚上げにされた。長男、直重は、江戸で幼少の頃から秀忠、家光に長愛され、何、不自由なく、育ったためか和が強い性格で、直高と、たびたび対立し、言い争うことが多かった。直高死去の前年の万事元年、直重は突然出奔してくだら寺に尊生した。翌万事2年4月、 罰し、直隅が生死となり、直高によりその次の当主は、直縄の着難、自家教と定められた。同年6月に、直高が没すると同時に、直隅が家督を継いだ。いい直高ぼ、系図ズ山陽には直時、自家児、完成重州諸家府には、直縄とあるが同一人物。ただしこれはあくまでも、逸話で、百万国のお墨付きは現存している。ありがとうございます。